宝石ね、どうやって探すんだろう、マジで掘ってたらこれが出てくるってこと、つるはしで、金のつるはしで、こんなのが土の中に埋まってるってことでしょ、これを磨くの、うん、そうじゃない、これが土の中にあるんだって、これを磨いてこれになるんだって、磨いてる人は誰なの、それは誰でもよくない、私セルフツッコミしていく、これなんで、理由は何なの、600万する理由は何なの、綺麗に磨くの、大きさ人件費ってこと、人件費、この塊でも結構するんじゃない、知らんけど、飾るだけでしょ、用途はこうやって来てます来てます、あ、来てます来てますってやるの、やりたい人やんねえよでいいんだ、あのさあこういうのしっかりやりたい派なんだよ、楽しい楽しい、
ピンポン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 ピ
ハンドル握ってる人がちょっとセンスがない。うわ、急にこっち向いてる。危ねえ。なんだあんだよ。また向こうに意味わかんない。下手くそ。でもすごいよ、延命だよ、延命、長生きするって。ほらちゃんと延命長寿、家庭円満だって。いいね。頼まー、お願いします。おじいちゃんで一言。僕のお父さんの会社倒産しちゃった。あとさ、家庭円満とかを授ける福の神なんだよね。そうだ、確かに。そんな感じの顔はしてるけど。しぼくれてる。しぼくれてる。